2023年8月11日にサウジアラビアが日英2カ国共同計画の次期戦闘機 F3 開発に参加を希望したよ。これをイギリスとイタリアは賛成したが、日本は反対を表明したと報道されたよな。あれからどのようになったのか、今回は次期戦闘機 F3 の開発計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スマイルアップ。旧ジャニーズの性加害問題などで日本国内は荒れているけど、実はそんなことよりも、この次期主力戦闘機 F3 の開発計画には国の将来の命運がかかっていると言っても過言ではないんだ。世界の戦闘機を撮影し続けるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏は、サウジアラビアが参加を希望するのは予想できたと語るよ。実はイギリス軍とサウジアラビア軍の関係は自衛隊よりも古く、サウジ空軍の前身であるヒジャーズ空軍は1921年に英空軍の協力から始まった。以来、サウジ空軍は英国戦闘機を主力として運用しており、古くは BAC ストライクマスター戦闘機に始まり、ハンター、ライトニングなど120機を購入したんだ。最近で言うとイタリアやドイツも開発参加したパナビアトーネード戦闘機と攻撃機を計120機、ユーロファイターは72機購入している。イギリスとサウジの武器貿易の歴史を鑑みれば、サウジが参画するのは容易に想像できたはずだな。この事情を日本は知らないのだろうか。サウジアラビアの参画に反対を表明しているぜ。柿谷氏曰く原油、LPG 取引に影響が出るかもしれません。先日、サウジアラビア王族一行のアジア旅行では、日本をキャンセルして韓国に行っていますと話していたね。すでに日本は東アジアにおいて、韓国の後進国になろうとしているが、その影響がこの非英意味各国共同計画に出てくる可能性があるんじゃないかな。さらに柿谷氏はこの非英意味各国共同計画は、イギリスとイタリアが共同開発していた次世代戦闘機テンペストが資金難で苦しんでいて、その協力先に日本が出てきたので、3カ国開発がまとまりました。この状況でサウジアラビアが資金を拠出するとなると、開発のイニシアチブやデリバリーの優先をサウジが申し出る可能性がありますと語ったんだ。ところが日本国内の最大の障壁となる自民党と公明党の与党間で、戦闘機の第三国輸出を可能にしようと話し合いを続けていた。すでに事項の実務者協議においては、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機を含めて、装備品の第三国輸出を解禁したいとの考えが示されたぜ。これで万事うまく展開すると思われたが、航空自衛隊の那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山正樹元空将補は、そうでもないと指摘したな。杉山氏曰く次期戦闘機 F3 の輸出解禁はまだ何も決まっていないのに、積極的な閣僚や官僚たちが動き始めています。もちろん彼らはビジネスライクな形でやっているわけではなく、閣僚と官僚たちが戦略的に考えてやっているというバカな考えでやっているので、何も一致していません。サウジの非英意参加国共同開発に参加に関しても、日本のメーカー自体は反対だと言っていない。おそらく反対だろうと言っているだけで、イギリスとイタリアがサウジを歓迎しているというのもないと思いますと語ったんだ。さらに杉山氏はこの報道の背景に関してこの裏を考えると、今後のサウジはオイルマネーだけでは厳しく、サルマーン皇太子は自国に何らかの産業を持とうとしています。その一つが、航空産業と第6世代戦闘機の特徴でもあるネットワークを含む軍事産業でしょう。彼には自国に生産工場を持って外貨を稼ぐという目標があります。F3 開発に参画するのもそのビジョンに当てはまっていますと推測したよ。しかし、サウジが F3 開発に加わると、混沌とした状況に陥るとした上で杉山氏はおそらくめちゃくちゃ、ややこしくなるでしょう。非英意は現在、各国の技術の得意部分を主導させ、作り分ける形を交渉しています。しかし、そこに何の技術力もない資金力だけを持つサウジが入って生産だけは自分たちで行い、さらにブラックボックスの生産もやるから、秘密もすべてくれとなる可能性がありますと付け加えたね。さらに杉山氏は今回の参加発端には日本政府が関係しており、サウジがここまでやる気になっているのは、
先日の岸田首相のサウジ訪問が影響しています。勝手に岸田首相が日本の技術もありますから一緒にやりましょうとものづくりに誘ったからです。もはや岸田首相の政治的手腕でどう収めていくかにかかっています。自ら誘っておいて F3 開発だからといって断ることはできません。岸田首相はいろんな分野に種をまいてちゃんと収穫しないから常に混沌としている状態にしてしまう。その問題の一つがこれでしょうと話しているな。今回はまさに岸田首相自らが4カ国にまたがる国際問題に発展させてしまったってわけだ。岸田首相に収束できる力はあるのかと思いつつも、杉山氏はイギリスとイタリアにとってサウジのお金が入るなら日本に入ってもらう必要もありません。アメリカは A と組んだ日本を笑って見物しています。米国からすればこの事態は計算済みだと思いますと語ったみたいだね。その結果、日英3カ国で F3 は作れなくなり、当然のことながら日米共同開発も不可能となり、日本は空軍として2軍になるのかという質問に対して杉山氏はその可能性はあります。日本は第二次世界大戦終了後、アメリカから最新鋭の戦闘機をもらいながら、空自は空軍として成長してきました。今回それがなくなることによって、アジアで戦うのが非常に難しくなります。空自は第5世代戦闘機として142機の F-35 を持っていますが、F-35 がフライト停止になった瞬間に空自はなくなりますと答えたみたい。つまり、第6世代戦闘機とされる F-3 の開発計画が頓挫すれば、今後、中国ロシアと対峙しなければならない時に空自が消滅している可能性があると杉山氏は言っているわけだ。この問題が日本の未来を左右することは当然のことながら、これは岸田首相の今後の手腕に、全てがかかっていると言っても過言ではないぜ。日本単独だと完成まですごく時間がかかって、アメリカがもっとすごい戦闘機を作って、結局アメリカ製のものを買う羽目になることも否めないぜ。それに単独だと、完成したとしても1機あたりのコストが高すぎて生産数も限定されて、結局は足りない分を安価な他国の戦闘機で補う羽目になるという悪循環が起きるので、まだまだ共同開発をしないといけないというのが現状だろうな。確かにサウジアラビアの皇太子は曰く月だし、権威主義国家は指導者の良し悪しで国としての動きが大きく変わるので、岸田首相の発言が失言のようにも感じるけど、文字通り外交事例なのだから絶対に言ってはいけなかったと否定するものでもないだろうね。そもそも戦闘機に限らず研究開発というものは、成功も失敗も必ずあるものだから、問題を回避することより問題が起きたらその経験を次に活かすことにベクトルを向けて、失敗体験をもとに具体的な資料を残したり、運用ルールを改定したりするという努力を積み重ねるから良いものができるということが重要だと思うぜ。サウジアラビアは F-35 導入計画の時もアメリカから参画を断られており、中距離弾道ミサイルを中国から購入して軍事的に接近しているのも理由にあるけど、皇太子の記者暗殺主導など人道的に大きな問題があるため、その行為自体が制裁対象になるからだろうね。サウジ参画によって日本が懸念するリスクは非人道的行為をした場合に制裁できず、国際社会から糾弾されるパターンだけど、ここは一度アメリカの度肝を抜いても良いのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
すでに海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に進編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習公開ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習公開は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航し、そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。
日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思わるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。キロの途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーベリックでトム・クルーズ演じるマーベリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度をめどに実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆したよ。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められているぜ。さて今回はそんな国産長距離攻撃兵器であるスタンドオフミサイルの整備の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていたよ。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているんだけど、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだね。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦隊艦、艦隊地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそは音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイルなどよりは格段に長射程だな。
このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判も多々目にするぜ。そうした意見も一理あることは完全には否定はできないけど、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側はそれらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られるからね。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば自分の艦艇や地上の設備に、損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待されるよ。ただし欲を言えば不幸にして実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える。数量のミサイルを投射できればなお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとないよな。その意味でもスタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは現状では必須と思われるぜ。このところ主として南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでにウクライナ側に西側諸国から供与された中で最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見えるよね。ストームシャドウは航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ、250km ほどと言われており、それでもこれまでの供与兵器の中では最大の長距離兵器と目されているんだ。このストームシャドウも飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網はその迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高いよ。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであってもある程度の防空網を備えた、ロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われるよな。さてそれでは日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、1に意識地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主だろうね。1に意識地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で陸上自衛隊が配備を行っている1に意識地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離はおよそ 200km 弱と、残念ながら長射程と言える性能ではないんだ。しかしロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離が、およそ 250km ほどとされる同ミサイルであっても、その価値に疑いの余地はないため、現行の1に意識地対艦誘導弾も一定の価値は担保されると思うよ。この12式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的にはさらにおよそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれているんだ。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体はステルス性能を加味したほとんど、オリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も九州本土から物理的な対応を可能とするものとなるな。またオリジナルの12式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では航空機に搭載する型式や、艦艇に搭載する型式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されているぜ。これによって運用は陸海空3自衛隊の部隊の全てをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるけど、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定だね。次に当初防衛用の高速滑空弾だけど、
こちらは飛翔速度が音速を超過すると目されており、現時点ではまず射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の要と位置づけられているんだ。当初防衛用の高速滑空弾は、1-2式地対艦誘導弾頭と異なり、兵器としての分類上からは弾道弾タイプの極超音速滑空体 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろうな。この当初防衛用の高速滑空弾も2030年代以降目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで、延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされるぜ。また潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である533mm、魚雷発射管6門から運用可能なのものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるってわけだ。この潜水艦に搭載する誘導弾も、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射管からのそのままの形での運用は困難と目されるよ。そのため、533mm 魚雷発射管での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様にやはり対艦対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろうね。海上自衛隊では VLS 垂直発射管を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である533mm 魚雷発射管を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。